平成29年8月28日、阿蘇市の二重の峠を貫く二重の峠トンネルの工事の様子が報道関係者に公開されました。まず工事関係者が工事の概要を説明した後、本校に先立って6月から掘削が開始された避難校に入りました。避難校は入り口から138メートルまで掘り進められており、先端では発破作業のための先行作業が行われ、専門の作業員が穴の中にダイナマイトを60本詰めました。発破前に坑道の門が閉められ、発破のサイレンが鳴らされた後、ドーンという爆発が地響きとともに起こりました。発破終了後、坑道の奥にはたくさんの大きな石や土砂が崩れていました。この作業は24時間続けられており、1日におよそ6メートル掘り進められているということです。